おはようございます。なりちゃんでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。あれ今日なりちゃんが今日一人、はい、なんでどうしちゃったの。今日は赤嶺先生がパリに出張中ということでちょっといないので、ラコステの着こなしというテーマで宿題いただいておりますという動画なんですが、今日なんかあれだね、なんか先生っぽい、ね、先生っぽい、ね、いやこれ実はですね、先生のコットンスーツ。あ、お借りしてます。でもサイズバッチしたよね。ぴったり。このラコステ、このラコステはそのこれも先生が紅茶染めした。ああ、この前言ってた、はい、あれだ、ラコステの。じゃあもう先生全身先生で、はい、ちょっとチョイスしたの。こうじゃないね、全身先生すごい、はい、先生代理で今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、今日はなので、各スタッフがドレス編カジュアル編でコーディネート組んでますので、これからご紹介していきます。カツも入れちゃってるね。はい、カツ、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ最初は、かっちゃんドレス編お願いします。はい、かつです、よろしくお願いします。ドレス編っていうかドレス寄り編って言ったらもうちょっといいのかなと思うんですけど、そのラコステを使ってのスタイリングでちょっと肝にしたのが ARL でいらっしゃると結構お客様も意識してくださるんですけど、このグレートラーザーズ、グレートラーザーズ、はい、こちらを使うことでドレスマインドを忘れないっていうところを注意しました。ラコステは、あ、襟のところですね。そうなんですよ、今喋るとした、はい、ちょうどラコステがここにあるんですけど、先生がよくラコステとボートネックのこういうボーダーを合わせてるんですよね、はい、その着方って僕も今まで見たこともやったこともなかったんですけど、あ、そういう合わせもあるんだっていうのがあって、それは本当先生に学んだ技なので、それを取り入れてグレートラウザーズでこのブレザーを使った。セントジェームスですか。これはね、セントジェームスじゃないんですけど、あ、はい、ボーダーで、ボーダーので、はい、青と赤ですね、はい、ででまあ、ポーズも。ポーズ赤で。この前も出てたっていう。はい。はい。どうですか、カツさんらしさがちゃんと出てて、いいですよね。それはあれですか、昨日何食べたってことですか。そういうことですよね。はい、やっぱ、坊さんってそういう匂いがしますもんね。そうですね。それが良さです、ね。それが良さでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、なりちゃん、お願いします。はい、お願いします。僕は、ラコステにチルデン合わせたくて、まあ、自分らしい感じで組んでみたんですけど、まあ、自分らしいって言っても、自然と、好きなラルフローレンっぽくなっちゃうんですけど、やっぱラルフローレンっぽい感じで、なんとなくわかるよね、出てるよね。パンツは白 で足元はチルデンの色を拾って、まあ靴はネイビーなんですけど、まあそこは色を拾いながらでも自然とぽくなっちゃうっていう、クリーンでお坊ちゃんの感じ。本当これ、ね、ちょっと育ちのいいお坊ちゃん的な感じで、これテニスやってるなと思わずこれ渡してくれた、はい、じゃあこのまま、はい、今日は仕事上がって軽井沢に行ってください、はい、雪だからお疲れ様でした、ね、行けないと思います、本当、はい、じゃあそれではエノッキーお願いします。はい、僕はリネンのスーツですねに、ラコステの同じネイビーでワントーンで合わせたような、まあ、真夏にちょっとスーツをカジュアルに着るようなイメージですね。で、ポーズもネイビーで、靴は、スウェードのブラウン のアンライニングですね、すごい軽いローファーですというネイビーワントーンにちょっと茶を入れたような合わせですね。で、まあイタリアにもし遊びに行ったんだとすれば、ちょっとこんな感じのサングラスでちょっと決めたいなと。ちょっと決まってるけど決めすぎやね、はい、ちょっとそうですね、日本でこれはちょっと気恥ずかしい感じはありますけど、いやでも似合ってますよ、はい、こんな感じもちょっと僕は大好きなんで、はい、はい、ありがとうございます。いや似合ってます、さすがです。じゃあかっちゃんカジュアル編お願いします。はい、ですね、自分はですね、まあ、さっきも使ったこのグレートラザーズ、これはやっぱりドレスマインドってところ基軸なんですけど、合わせていくアウターをこのハンティングジャケット、ロイヤルラインの自分で作ったやつなんですけど、ハンティングジャケット、これはコードレーンですか。はい、グレーと白のコードレーンですけど、そのグレートーンっていうところで白のポロシャツと、なんかハンティングジャケットコードレーンって珍しいですね。そうですね、まあ、結構年間いけるような素材ですかね。やっぱりね、春夏向きにはなってきますけどね、メディカンで、まあ、これから3月とかになると非常に春らしい雰囲気も自分も出るんで、うん、もうちょっとで着るの楽しみにしてるコーディネートになっております。なんかラコステをこう着る時のいつも決めてるルールとかってありますか。あ、そうですね、まあ、自分の中ではボタンは全部止めるっていう感じなのをちょっと意識してるところはありますね。それはどういう狙いで。まあ、やっぱ上は外して、まあね、かっこいい感じになるんですけど、まあ、男もまさにというかね、そうなるのちょっと自分的には似合わないかなっていうのがあるんで、ボタン止めておく方がいいのかなと思っております。ありがとうございます。はい、はい、じゃあエノッキーカジュアル編のコーディネート説明お願いいたします。はい、長袖のワインレッドのラコステにコットンパンツですね、うん、まあ、夏場よくも適当に
なんかこんな格好することが多いんですけど、ラコステは結構僕長袖を持ってるのが多くてですね、半袖着ててもいいんですけど、長袖をこう腕まくって着て、逆にちょっと僕ボタン開けて、この襟がちょっとよれてる感じというか、あ、ラコステ着方のこだわりで、はい、長袖を袖まくり、袖まくり、はい、こんな感じでラコステ着るのがちょっと僕の中でのあり好みというか、ラコ一枚の着方としてのね、はい、こだわり、はい、半袖もいいので、うんうん、ただこうこの腕のところのこのちょっと締まりがあるんで、うんうん、ちょっと筋トレしてこう筋肉がこうここでピチッとなってる感じでラコステ半袖着る方がかっこいいかなと思ってるので、ちょっと夏までにもうちょっと筋トレしてます。絶賛ボディメイク中ということでございますか。はい、それは半袖も頑張りたい、楽しみです。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。じゃあなりちゃんお願いします。はい、今日はね、もうなりちゃんの格好はまさに先生の、はい、なんか まんま先生ですね。まんまのラコステにショートパンツで、うんうん、あとロングフォーズロングホースに、ね、エスパドリルと先生ね、メダカそういる時、うん、7月8月こんな感じですよね。そうだね、結構リアリティがあります、ね、はい、ショートパンツでもロングホースもね、そうですね、ここまでありますから、ねはい、うん、かっこいいですね。でこの、まあはい、このシャツの色々みたいなところが、はい、ホースでやるといいんだろうね。クラシックのこのシャツです。なんかラコステ着る時のこだわりみたいなのありますか。僕はちょっとオタクっぽくて先生に怒られちゃうかもしれないんですけど、うん、フランスばっかりを買い集めてて、やっぱり綺麗な色、あとは提灯とか、ね、色が違うんですか。色がやっぱりニュアンスカラーが多いので、やっぱそこら辺もあってフランス製ばっかり買い集めてましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日は、先生不在でしたが、ラコステの着こなしというところで、お話をさせていただきました。ちょっと気分的にはまだ2月なので早いですけども、まあちょっと先取りしてラコステの着こなし、皆さん春夏に楽しんでいただければと思います、はい、というところで今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。チャオ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 、こんにちは。どうもこんにちは。すいません、失礼します。お待ちしてました。すいません。いや、これまた違うんです。違います。これから型紙引き直して、で全部肘もちょっとこれさえ持ってればっていうのは、うん、多分あると思うんですね。もうそれはもう間違いないものをピシッと作りたい。究極の基本みたいなのがいいんじゃないかなと思います。そうですよね。